こちらのガッツチャンピオン70センチ90キロ田中雅空。オッケー、データ。オッケー、行けんか。あー、ちょっと伸びる。さあ、いきなり握手を見せかけて。リズ違う。ジャンプから田中雅空を襲いかかってまいりました。さあ、しかしここでオッケーオッケーオッケー、下げろレフリー。さあ、レフリーが入れろ入れろ入れろ、いいよ、分かってる分かってる、まだ手が入って、リングスに対して、さあ、ここは田中のリングインを待っております。さあ、奇襲という形で始まってまいりました。さあ、ゼロワン弾丸戦士田中雅空に対して、さあ、19歳伊豆志哲也、さあ、その息だ。さあ、バックを取っていく。ブレックヘッドシザース横三角締め状態。しかしこれは田中雅空が決めを取っております。この田中雅空は1993年4月 FM よりメイキー富士戦でデビュー。2000年生まれであります。さあ、その伊豆市より7年前、伊豆の年より7年前にデビュー。ACW で日本人唯一の ACW で大田新庄のエンブレム結成秘密にセーバー5敗新日本プロレスアイデンプレインターコンチニー選手権者、そしてネバー無差別級ゼロワン世界ヘビー級とプロレス界のあらゆるタイトルを獲得してきた。今年はデビュー。さあ、27年目に入ります。さあ、なくていったが、バスドロップで投げていったが、田中雅空、田中雅空、田中哲也にとっては
止まらない止まらない。終わっちゃうぞ、俺。返して返して返して、ほら、立て、ほら、ロケが、ロケか、立て、ほら、ロケが、ロケが、ほら、そんなもんか、ほら、どうだ、ほら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 、
大丈夫大丈夫。いらっしゃい。いらっしゃい。さあ、トップロープに命を据える田中将人。どこなよ、田中、どこな、どこな、ノロップ。さあ、トップロープに、さあ、これは危ないぞ。これは危ないぞ。さあ、トップロープから。10分経過、10分。田中将人。